どうも、つぶらです。4月末ぐらいに今月買った CD 紹介っていう動画を出したんですけど、月ごとにやろうと思ってたんですけど、5月があまりにも買った CD が少なかったので、5月分と6月分まとめて紹介していこうと思います。はい、ということで、まず5月の買った CD から紹介していきます。ディリン。これはね、もう買わざるを得ないですね。シックスラウンジの天使のスーツケース。シングルですね。なんとね、これ DVD ついてて、赤坂ブリッツの時の映像が入ってるんですけど、その赤坂の時も私いました。ラウンジに関してはね、この間の新木場スタジオコーストも行ったんですけど、マジで楽しすぎて時間が過ぎるの早くて、体感5秒ぐらいでした。次。なんとまあ、このジャケットの、なんて言えばいいかわかんないんですけど、ジャケットの感じすごくないですか？手でノーミスを作ってるんですけど、これは神祭のラムダに対する見解ですね。騙されたと思ってみんな聞いてみてください。もうライブにも行ってほしい。なんで、ぜひ聞いてみてください。次。5月がですね、3枚しか買ってなくて、これが最後の CD なんですけど、アターハングアートっていうバンドさんで、これは本当にマジで視聴コーナーで人聞き惚れして買いました。こういうの多いんですよね。名古屋の3ピースのガールズバンドです。MV とかもね、YouTube にあると思うんで、気になった人は調べてみるといいと思いますよ。はい、これが、このタワーが6月分です。いやー、散財した。でも買って後悔はしてないんで、紹介していきます。6月1枚目は、でん！5 States Drive の Will Be the Next ですね。最近マジでグイグイ人気がうなぎ登りのバンドなんでマジで大注目なんで聴いてみてください。クソかっこいいです。次、Then A Cloud of Liberion ですね。なんか久しぶりにリベの CD 出たような気がするんですけど、気のせいかな。リベ以来のやつなんじゃないかな。調べた限り。この間の新曲の MV 見たんですけど、もう本当に鳥肌もんなんで。はい、次。フォマレの。これもまたイントネーションが未だに安定しないんですけど、フォマレのフォースですね。ラウンジといい、フォマレといい、同い年なのに新木場に立つっていうバケモンぶりが本当にすごいです。これからも応援します。次。デデン。ディディサンフィストのストロンガーですね。その名の通り最強の一枚でした。いやー、パンクロッカーオカンマジでかっこいいっすね。あんな人がお母さんだったらマジで自慢できるけどな。羨ましいも転生したい。次、でん。まぶたさんの3ですね。これに関しては YouTube で普通になんかいいバンドないかなって探してた時があったんですけど、その時にふと出てきて気になったので買ってみました。はい。次、でん。小鳥の羽ですね。なんかシングルにしては重いなと思ったら DVD が入ってました。後で。じっくり見ようと思います。リキッドルームの時の映像が入っている。楽しみ。次。でん。光の中にの放課後大戦争ですね。放課後大戦争って可愛いな。なんか。そう。高校生なんですよ。やばくないですか？私も一回どっかのフェスかなんかでちょっと覚えてないんですけど、一回見させていただいたことがあるんですけど、なんか聞いてて元気になるんで皆さんもぜひ聞いてみてください。よきよきのよきです。次。でん。クリーミーのクライベイビーで合ってるのかな？読み。多分合ってるんですけど、これについてはですね、実は4月に出てて見逃してたんですよ。で、買ったのが今になっちゃったんですけど、この間のサークルの時も見に行ったんですけど、本当にかっこよかったです。なんかもう、その後もうクリーミーのことしか記憶にないぐらいかっこよかったんで、本当に聞いてみてください。次。で、最後ですね。待ちに待ったテトラの教室の一角よりですね。もうこのアルバムが発表された時からもう待ち遠しくてずっとこの日を待っておりました。いやもうこれは鬼リピ確定です。みんなも本当に聴いてほしいです。以上ですかね。タワレコで買ったのはこれでした。で、ここに余っているのはというと、今月の6月のつぶレコでご紹介したバンドです。一つ目が名古屋の新生ピコリーモ、バーテックスインオリジンさんと福岡の通称泣けるラウド、ポルフィディオです。詳しくはね、つぶれこの動画を見ていただければわかると思うんで、そっちに飛んでいただけると嬉しいです。はい、ということで、通算何枚だったかな？これも合わせると4、6。8、10、12、14、16枚も買ってます。3。でもね、たくさんお金使ったからといって全然後悔してないし、これからもどんどんね、買っていこうと思います。ちょっとこれは最近あるあるなんですけど、Twitter で私、ハッシュタグ、おつぶちゃんの今日買った CD メモっていうタグとともに買った CD をあげたりするんですけど、そこに、その発売された日に、私が買ってない CD とかがあると、〇〇は買ってないんですか？このアーティストは買ってないんですか？っていうリプライっていうか、そういうことを言われたりするんですけど、私もね、大金持ちじゃないんで、本当に。全部が全部買えるわけじゃないんで。ここはちょっと分かってもらえると嬉しいです。こっちもね、生活がかかってて、計算していろいろ買ってるっていうのと、もう一個ね、ちょっと考えがあって、結構大きいメジャーなアーティストさんのアルバム1枚2000円ぐらいかなを買うよりも、全国流通をまだ1、2枚とかしか出してないインディーズバンドさんの CD を1枚でも多く買ってあげて、応援してあげたいなっていう気持ちがあります。まあ好きな CD はこれからも買っていくし、インディーズバンドさんの CD もいっぱい買っていこうと思うんで、みんなで経済回していきましょう。はい、ということで今日の動画は以上です。この動画がもしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。そして気になったバンドさんがあったらよかったら聞いてみてください。以上です。バイバイ。